長期ブランク明けから3走前の東京新聞杯で復帰したウンブライル。超久々で大幅な馬体像でも大きく負けなかった。叩かれて臨んだ阪神品馬 S では上がり最速隊の末足を駆使。前走は GI で勝佐の6着と悲観する内容ではない。出走を予定している主な有力馬は次の通り。写真、ウンブライルのこれまでの軌跡。7月28日。 日曜日クイーンステークス3年上メスギー札幌芝 1800m 骨折で9ヶ月という長期戦線離脱があったウンブライルメス氏美穂木村哲也厩舎だが復帰してからまだ勝利は収めていないもののここ3戦はいずれも勝者と大健闘以前は後方からの直線で足を伸ばす大味な競馬のスタイルだったが 本けるはこの場としては位置を取りながら運んでしぶ太く踏ん張っているように競馬の進め方に変化が見られる今ならむしろ距離が伸びて良さそうだ過去の戦績から牝馬戦なら能力上位ビクトリア・マイル組が構想する傾向があるレースで巻き返す昨年のオークスと秋華賞以外は安定した走りを披露しているドゥアイズメス氏立藤翔野やすし9社 前走のビクトリアマイルにしても直線で束と接触する不利がありながら勝ち馬からコンマ3秒差の4着と気を吐いた札幌の 1800m はメンバー中随一の成績で好勝負は必至その他小回りコースでの実績が十分で昨年の当レースの2着馬ウィン・ピクシスメスゴミホ上原博行9社機動力で勝負するコンクシェルメスシ日東清水久し9社 前走が直線で接触する大きな不利を受け、不完全燃焼だったボンドガール。メスさん美穂、手塚孝久9社。着実に成長を遂げるイフェイオン。メスさん日東杉山義明厩社。昇級戦でも自在に動けるアルジーヌ。メス氏日東中内田光政厩社。当たりが上位を伺かがう。発送は15時35分。